サラサー見てるくるぶしです。ジョーランです。OK 始まったぜ。もう令和も始まってからもう1ヶ月ぐらいね。ね、いや早いわ。もう嫌やわ。なんかあんな盛り上がってさ、うん、こう大晦日っぽくなったけど、いやそうやで、ね、俺1日に明けましょうおめでとうございます言うてたわ。いやほんとほんと、いやめっちゃ言うたな。いやもうだいぶ落ち着いてきまして、うん、くるじょもチャンネルの、第2回目のですね、ついに来た、これやっちゃいます、レビューを出た、商品第2弾。前回エネマグラの紹介したからね。そうですね、もうなんかもう俺らといえばエネマグラみたいな感じになってきてるよね。ええ、もう全日本エネマグラ協会の、お前でもうなんか認定してくれ。はい、俺らをよ。本当だよバカに。に今日は何をね、レビューするかというと、実はもうずっとね、気になって、気になって、でも一人じゃ買えないというか、何含むなぁ。本当に勇気いるんだけど、やっぱくるちょもチャンネルでこれ、紹介したいなと思って買ってまいりました。なるほど、それがこちら。でーでー、何これ、大人の粗品18金でございます。ドン・キホーテさんで僕らは買ったんですけど、何が入ってるかわからない。そうや、いやすごいよね、大人の粗品やからな。これさ、こののしにさ、うん、ちょっとわかるんかな、これ18金マークいっぱい入ってんのこれ。これな、ね、ほんまサイドにはですね、お世話になった恩師上司に、逆側にはですね、冗談の通じない方に渡す場合はご注意くださいと書いてある。恩師上司って書いてるのに、お供え物やお歳暮お中元にって書いてるで。なかなか俺一人で買うやつっていないじゃない、多分、まあ、いるのかな、わかんないけど、やっぱこういう機会じゃないと、いやそうなかなか、いや難しい、ね、でしょ、難しい難しい、こんな今回はこれを開けていきたいと思います、よろしくお願いします。じゃあちょっとこちら、いよいよ開封の儀をしていこうと思いますね。本当に俺は中身知らないから、いやもう思いっきりこれね、セロハンでもビチッて全部閉じられてるし、ね、そう、なんか2個買って1個開けて見てるとかそういうこともないんで、そうね、僕たちは省エネなんでね、そう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 、無駄遣いせえへんから、そうそうそう、うん、まこれこうやってウィーって、ウィーって、ウィーって、さあウィーとベリベリいきますよ。ベリベリいいね、荒っぽいよ、そういうとこがモテるよ、開いたぜ、さあどうなってんだろうねこれ、何もういっちゃう、いきなりいっちゃいます、開けます、はい、開封の儀行いたいと思います、イエーイ、デーデン、マジで楽しみ、デーデン、なんかいっぱい入ってるで。え、お、まずお第一弾、おおこれ映しちゃまずい、映せるの。モザイク、モザイクかけるよ、モザイクかける、鼻眼鏡もうエロいやつです。1個目、ごめんね。これすごいな、これすごいな、これ俺のと同じぐらいだわ。はい、1個目これです、ね、1個目そちらでしたね、うん、では2つ目いきたいと思います、はい、バイバーン、え、何、毎度おなじみのやつですね、はい、昔ね、これ彼女の地図にこれ入れて、うん、友達に行ったことあります。ごめんね。これなんてやつ、これは、ローターですね、ローター、俗に言うメジャーなやつだよね、そうですね、ローターが入っておりました。いや、いいんじゃないですか、これいいんじゃない、あ、これはペペローション。でもローションですね、いやー YouTube やるとローションが増えてくもんですね。ごめんね、ローション、3点目ローション。 YouTube やるとローションが増えていくもんですね、やばいな。これ楽しいな、すごいぞ、楽しめる、はい、もう一個、はい、これ、あ、これはい、これ来ました、オナホ、ごめんね、ソフトなタッチ、スムーズな挿入感、ビラチオ&ソクハメ、リアルな体感、もういっぱいピーレなんか。オナホでーす、すごいね、すごいね、そして、あ、これもう最後だわ、あ、もう最後、ラスト1個、今4つ、だ5つ入っとったわけですね、最後の1個、はい、こちらDVD、 これはやばい。見えるかな、ごめんね、ごめんね、ごめんね、
地方娘に会いたい5 3と4が見たいわ逆に。そうですね。あ、俺ねでも、うん、方言大好きなんですよ。あのだからちょもちゃんの関西弁とか、うん、まあ、僕の嫁もですね、うん、地方の人なんですけど、うんうん、昔からやっぱ訛りに弱くて東京人だから、うん、これちょっと僕的には3000ぐらいの価値があるんじゃないかなと。まあまああるな。まあまああるよこれは。マジか。紙が1枚入ってんねん。え、なんだ。この度は当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては下記文章をよくお読みになりご理解いただいた上でご使用ください。当商品はジョークグッズを目的として製造された商品です。その他の目的でご使用された場合の責任は一切ありませんのであらかじめご了承くださいということでね。オナホールについて、うん、このセットの中にはオナホールと呼ばれるものが入っている場合がございます。こちらの商品は男性のためのジョークグッズとなっております。用法を守って正しくお伝えください。正しく使うってこれ聞こえるだけだ。ねねなるほどね。だからまあそれ以外には使うなってことなのかな。怪我しても責任取れないよっていう、ね、なるほどね、うんうんうん。まあ、ご丁寧にね、はい、こんなお手紙まで入ってますけど、まあ、こんな感じでしたね。大人の粗品18金いいんじゃないですか。これもう決まってんのかな。入ってんのでもそう3種類あってんなこれが。ああ、これそう、これ一番安いタイプのやつでした。1980円。うんうんうん。でこれののしが銀色のやつとのしが金色のやつがあって、ありましたね。銀色のやつが2980円で金色が3980円だった。だからやっぱ中身変わってくるんやろうね。豪華になっていくんかな。やっぱ僕らの再生数が上がって盛り上がってくれば、うん、そっちをね、なるほどね、あげることもできる。銀色、金色もそうね、開ける、もしかしたら商品レビューできるかもしれない、ね、みんな見たいっていう人がね、いるかも。ほんまにぜひぜひ。ちょっとね、なかなか一人じゃこれ買えないし、でも中身気になるって方いらっしゃいましたらね、ぜひチャンネル登録してもらうですね、はい、くるちょもチャンネル応援していただけたらなと思います。お願いします。まあそんな感じで、大人の粗品商品レビューでした。商品レビューっていうか中身開けただけやったな。開封の儀でした。開封の儀でした。ありがとうございます。ありがとうございました。また見てね。また見てね。